みんな、みんな、こんばんは。お疲れありがとう。ハートもありがとう。こんばんは、みんな。うん、ハートありがとう。みんな、お疲れ。マイキューだ、マイキューだよ。お疲れありがとう。鼻大丈夫？なんか、治んない。ちょっともう諦めてきた。治んなすぎて。ハートありがとう。なあ。風？なんかわかんない。もう、本調子じゃないの。薬飲んでる？飲んでるよ。なんか、めっちゃすごい薬。何種類も飲んでるよ。ね、ここめっちゃニキビできたの。最近、顎下ニキビが多いですね。はい、ハートありがとう。みんなお疲れ。思われてる？え、ここにできるの？思われたらできるの？そう。じゃあまだみんな思い足りないね。もっと思わないと。ここにいっぱい。プツ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 。ニキビニキビ。もっと思って思ってできるじゃん。みんなが思ってくれてるんだったらできてもいいかも。やばい。ありがとうございます。偉い、ありがとう。うわ、タワーもらった。カイトさんありがとう。やばい、そろそろちゃんと私タワーのお礼をしないと。もう大丈夫です、皆さん名前はもうカキカキしてあるので。カイトさんありがとう。今日いい一日になります。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありが、キャッスルタワー。ありがとう。そう、ごめんね。誕生日なので、おめでとう。おめでとう。ありがとう。そして、タワー。書くね、ちゃんと。ハッピーバースデー、みんながお祝い、お祝い中、おめでとう。濡れてるね。なんか夜中の3時とかまで起きちゃう最近。でも布団には入ってるよ。布団の中には入って目をつむって眠れなくて携帯ちょっと触って、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ。そうなの。
携帯触ってるから、いや携帯触らなくても眠れないのよ。余計眠れなるんかもしれんけど。そう、できてる？うん。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。でも私真夜中息ができないことが割とあるかも。何ありがとうございます。エナジードリンク、え、リアルゴールドもエナジードリンクなの？でも私さ、なんかご褒美に割とエナジードリンク飲むの。今日は飲んでないんだけど。はい、ありがとう。でもなんかさ、なんかえ、カフェイン入ってんのかな？え、なんかね、でもなんかモンスターとかレッドブルとかは眠れなくなるって聞いたけど、なんかリアルゴールドとかは寝れるかなと思って。あれもそうなの？あ、ありがとう。飲んでも眠い。リアルゴールドなんかそんなになんかエナジーなのかな。私ね、公演終わりにいつもね、自動販売機でね、リアルゴールド買うのがね、私のルーティンなんだよね、公演後の。公演後に飲みたい。なんか運動後に飲みたくなる炭酸。カフェインの量少なそう。飲んでもいい？あ、カフェイン含まれてないんだって。ちなみにリアルゴールドとアイスボックスはめっちゃいいです。今日は見て、服も緑、飲み物も緑。緑になってないかなって思ったけど、なってなかった。なんかメロンソーダ飲んだらさ、舌がさ緑になったりする。緑です、緑尽くし。見せて、え、やだ、なんか今自分でさっき確認したけど、なんかやだ、見せてって言われたら見せたくなくなってきた。ショールーム早めに終わらせたら、
でもなんかこの時間のショールーム好きなんだよね。ごめんね、マジで夜遅くにやって。なんかさ、習慣がつきすぎてさ、この時間にショールームやってなかったらなんか変な気持ちになるんだよね。いや、なんか一人でなんか外とか出てなくってね、お仕事とかでもなくって一人で家にいるのにやってないとなんか変な感じになる。な、逆に何するんみたいな気持ちになる。もう習慣になっちゃった。みんなさ、でも多分もうみんなきっと寝る前じゃない？てか明日から月曜日だもんね。ジュルって言った。寝ないのすごい。でも寝てる時あるよ、全然疲れて。タル聞きたい。てんてん、私が歌ってあげるわ。てん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 、本日もご来店ありがとうございました。てん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 、はい、ありがとう。切ない、悲しくなってる。スーパーのなんか21時50分ぐらいからかかるイメージ。じゃあ10時閉店のスーパーで21時50分ぐらいに「やばいやばい」って言って入ったらかかっとって「やばいやばい、早く買い物せんと」ってなるイメージ。ジャスコで流れてた。なんかジャスコっていう響きすごい懐かしいんだけど、ジャスコ？そういやさ、ジャスコで思い出したんだけどさ、なんか広島のね、府中にあるイオンモールのことをね、なんかみんなソレイユソレイユって言うんですよ。なんでかわかんないんですけど、広島に来てからなんか府中のイオンモールの話をしてたら、あ、それ言うみたいな言われることが多くて、そう、昔の呼び名なんかそういう、なんか広島の人にしかわからない、なんか昔そのソレイユっていう、なんかそう、なんか建物っていうか、なんかた、うん、そうだったらしくて、ソレイユって言われる、そうローカルネタらしい。なんか私広島来て知ったの。それ言う、わかんないよね。なんかココアさん、ココアさんがそう言ってたよっていうのを誰かから聞いた。だからこれは広島県の人からの情報で。うん、何言った、愛媛や富士グラン、富士グラン、グラン富士、富士グランだっけ。スーパーといえば富士、広島に来たら夢マートだな。あ、夢マートだっけ。あ、夢タウン、
あとなんだろう、愛媛でよく行ってたのは丸中。丸中は全国なのかな。丸中、あとは、なんだろう、丸中知らん。丸中っていうとこがある、四国なのかな。ローカルだよ。広島に来てびっくりしたのはウォンツっていう薬局がめっちゃあるマジで本当にたくさんウォンツっていう薬局があるんですよ。もう赤いウォンツ、ウォンツ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 っていう愛媛にはないよウォンツ。松木よ、この間松木よ入ったら息をする心流れてて、ええやんけーって思いながらフルサイズ聞いて出ました。関東にないよ。あ、そうなの。愛媛はレディー薬局、そうだよ、レディー薬局。愛媛はレディー薬局っていうのがいっぱいある。あんま広島で見ないかも。あるのかな。全国なのかな。コスモス、あるよコスモス。広島コスモスあったんだけどなくなっちゃったんだよね。コスモスは365日安い。366日か、65、なんだっけ、なんかキャッチフレーズがあったんだけど、安い。ポプラ、ポプラは広島に来て初めて知った。コンビニエンスストア、マックスバリューある、あるよ、マックスバリューもあるよ。ミニストップ、なんか STU メンバーなんかミニストップ、ミニストップってすごいアイスが充実してて、なんか何かしらの遠征でミニストップをみんな探す。ミニストップあるかなみたいな。ミニストップ、そう、広島ない。ミニストップ、そう、なんかあのレジのとこで買えるアイスが充実してんの。岡山もない。あのこっちの方ないのかな。愛媛ある？ないかな、私は見たことないかも。ジョイフルっていうファミレスあります。でもジョイフルはもう本当に我らがジョイフルってぐらいもう大好き、大大大好きなファミレス、ジョイフルありますよ。広島にも愛媛にもありますよ。ジョイフル最高ジョイフル大好き。ジョイフルって24時間営業だからさ、あのさ、ずっといたらさ何日も進めちゃったりする。店員さんはさ変わるからさ気づかないじゃん。店員さん1日いることないでしょ、変わるでしょ。進めちゃったりすんのかなってめっちゃ気になる。朝も昼も夜も食べて、すぬき、怒られる、そうなの、怒られるの。3食注文してもお風呂がない。確かにお風呂は作ってもらわないと。いつ支払いする？なんか1ヶ月後とか。今月の家賃って1回出る
58分。ありがとう。寝ると怒られるよ。いや、私飲食店で寝ちゃって怒られたことあるんで、皆さん気をつけてください。でも別に寝ようと思って寝たんじゃなくて、食べてたら眠くなって寝たんですよ。寝ちゃったんですよ。そしたらめっちゃ怒られちゃってそう、食べながら寝たんです。パンケーキ食べながら寝た。ここは寝床じゃありませんよって言われました、一回高校生の時に。あ、やばい、団長呼ぼうちょっと待って。はやりんごさん、福太郎さん、りょんきゅうさん、まささん、きなぺこさん、刀剣太郎くんさん、カイトさん、坂道 FC さん、ケンジさん、マカロンさん、くまねパパさん、スルメッコさん、まゆたみさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ。うわあ、下が来るおやすみ。バイバイ、またね。うん、じゃあね。休み。バイバイ。おやすみなさい。